ED42 系電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が設計、開発したラックレールを使用するアプト式直流用電気機関車である。新越本線のアプト式区間である横川、軽井沢間用の電気機関車で EC40 系の置き換え用として設計、開発された。1934年から1948年にかけて 日立製作所、芝浦製作所、川崎車用、三菱重工業、汽車製造で28両が製造された。1934年に製造された1から4は、先行試作で2年間の使用成績を踏まえ、1936年より5以降が量産された。基本設計はスイスから輸入した ED41 型を踏襲しているが、一部設計が変更された。 前後とも切り妻の箱型車体で車体前後を端にデッキを設置。運転台は峠下側の横側型にのみ設置する型運転台型である。前くらい側の屋根上に停車場構内で使用するパンタグラフ1機を搭載するが運転速度が低いことから電車用 PS11 型から派生した PS11A 型を搭載。アップと区間では 第3機場からの終電となるため終電靴を片側2箇所に装備する。走行用ボギー台車の軸間に主電動機を1機ずつ計2機を搭載している。動力は側面、ジャック軸から連結棒で角道輪に連達される。またラックレールに噛み合わせるラック式機場台車を車体中央部に装着、歯車駆動用主電動機1機を搭載し、 両輪の第2軸、第3軸に荷重を分担して負担させる構造を採用している。制度装置は、試作機では、型運転室用、ML14 バイト型、量産機では、両運転室用、ML14A 型の10連仕様を搭載。後の標準化改造により試作機も ML14、A 型10連仕様とされたためブレーキ間、 MRP 管に加え釣り合い引き投資だが追加された。制御装置は ED41 系の電動化無軸接触機、電磁空気化無軸接触機の併用から電磁空気単位スイッチ式に変更。1942年には戦時輸送に対応するため、指定工機の容量を増加させ発電ブレーキの能力を強化する改造が施行された。また量産機は、 電力回線ブレーキへの改造に都合の良い主回路構成に改良されており、戦前には EF11 系用回線ブレーキ装置を移設して、性能試験を実施、予想以上に良好な成績を収めたものの、機動設備側に変電所変流機の改良などが必要なこと。さらには、当時の電気料金が安かったことから、回線ブレーキ搭載は一旦見送られた。 しかし1949年には変電所の改良も終了。さらに1950年までに試作機の主回路を量産機動用とする改造を施行。横川機関区からの要請により、同年12月に3両へ EF11 系の部品を流用して改正ブレーキを搭載した試験が行われた。この結果1951年より改正ブレーキを追設する改造が施行され、 1952年度中に前期への改造が完了。改正ブレーキ搭載により、主抵抗機の灼熱、損傷事故は激減し、電気料金の3割節減につながった。1から22の戦前型と23から28の戦時型に分類される。戦時型は以下の設計変更が実施された。また、運転室側の手すりの高さが試作型のみ。 低い屋根へのステップ形状、側面通風鎧窓が18から24は改良型で目が細かいと、車両によって細かい差異がある。その用途から一貫して横川機関区に配置。新越本線、横川軽井沢間のみで運用された。当初は e c 4 0系、e d 4 0系、ED41 型と共用されたが、 これら3形式が全車運用を離脱した1951年からは本形式のみで運用を担当することとなり、軽井沢方から第三補機客車もしくは貨車台に補機第一補機本向きの4両での編成組成を基本として最大で編成重量360トンの列車を推進、経引した。1961年にはキハ57系による休行死が、 丸池、キハ82系による特急、白鳥が運転を開始したが、これら機動車でも横川軽井沢間では自力走行は不可能なため本形式による推進、牽引が実施された。1963年9月30日に横川軽井沢間が全面的に粘着運転の申請に切り替えを実施。ダック式区間が廃止されたことで本形式は用途喪失。 同年12月9日に前期が廃車除籍された。本形式は ED41 系の基本設計を踏襲しているが、実質コピー機といっても過言ではない状態である。当時の日本は知的財産権に対する意識が低く、本形式に限らず海外製品のコピーを行い、一方で国産化を奨励するため海外製品を締め出すような行為がたびたびあったのも、 また事実である。本件は ED41 型を製造したブラウン・ボベリ・スイス、ロコモティブ・マシンワークス2社の対応は不明だが、1955年に国鉄が交流電化実験でフランスからサンプル用機関車を購入する計画が白紙撤回された件に影響を与えたとも言われる。なお、後の1970年代諸島より、 本形式の一部を製造した日立製作所は、その経験を活かして、ブラジルの国鉄へ、アプト式の大型電気機関車を呼び、電気式ディーゼル機関車を納入することとなった。その際に、同社は、スイスロコモティブマシンワークスより、正式な技術指導を受けている。ED421、ありがとうございます。